この収録が行われたのは2020年3月。オールナイト日本風のトークを楽しんだ幻の初回放送をどうぞ。はい、久保さん、ここ、はい、山形方面に脱線って言った後に尺が実は結構あるので、はいはい、なかなかこの企画の糸口が見えないでいった。タカチャンネルズはこんなスーパーから始まる。この番組は石橋貴明がノリだけで何でもやっちゃう番組です。だがその陰にはノリだけでは決して片付けることができない壮絶なドラマが隠されていた。カメラが記録していた番組の舞台裏全記録を初公開。ちょっと待ってね。はい。で誰も知らないタカちゃんの姿を。タカちゃん入れてもいい？あ、大丈夫ですよ。タカちゃん。じゃあ一回43から。43から行け。そしてこれが、もう、ちょっと待ってね。はい。はい、お願いします。はい。はい、身内を終えた後、タカちゃんが次にいたのは、とある会社。ここで、誰も知らないタカちゃんの姿を目撃することになる。実は少ない制作費を補うためタカちゃんはタクシー運転手としても働いているのだ。そうか、ここまだあそこ分かんないから横打ちからタカちゃんにしましょうか。はい、実はからお願いします。実は少ない制作費を補うためタカちゃんはタクシー運転手としても働いているのだ。ちょっとまだ制作費が少ないっていうことで。あ、石橋さん、半ズボンいいんですか？お客様には半ズボンなので、今日これから出勤時は。お互い大人同士、立ち入るのは野暮というものだ。でも多分付き合っている。石橋貴明59歳。タカちゃんが走るのをやめるのはまだまだ先の話になりそうだ。そこに愛がある限りみんなのために。はい、もう一回お願いします。はい、お帰りください。すいません、やっぱり03でいきましょうか。はい、すぐよりは至ってシンプル。愛を持って楽しいことをやるだけ。タカちゃんが走るのをやめるのはまだまだ先の話になりそうだ。そこに愛がある限りみんなのために。はい、久保さんありがとうございます。はい、以上ですね。はい、どうした。日曜夜はテレビで情熱大陸。